大阪府と和歌山県に隣接する五條市です。ここには永山寺という奈良時代の由緒あるお寺があり、その前を吉野川が流れています。吉野川です。今は流れも水の音もありませんが、かつて流れは激しかったのかもしれませんね。さて、今回の昔話はこの吉野川にまつわる不思議なお話です。昔、五条の永山寺で弘法大師という偉いお坊さんが修行をしていました。お寺のすぐ下を流れる吉野川の音が昼も夜もザーザーとやかましく、音が気になり勉強に集中できないと困っていました。そこでお大師さんは、一つ御仏にお願いしようと言い、早速激しく流れる川に向かってお経を唱え、音を立てないでくださいと祈られたのです。すると不思議、川の音がピタリと止んだのです。そこでこの川は音なし川と呼ばれるようになったということです。永山寺に来ています。山本さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。吉野川の激しい水の音を弘法大師の不思議な力で止めたというお話でしたけれども、はい、この名前の由来、諸説あるそうですね。そうですね、弘法大師が筆を投げた、あるいは石を投げて音を鎮めた、そんな説がありますね。いずれにしても弘法大師の不思議な力によって静かになったということなんですね。そうですね。ところで、こちらの永山寺はいつ頃どなたによって建てられたのでしょうか。藤原の鎌足の孫にあたります藤原の六丸によりまして、養老3年719年に建てられました。1300年経ったところですね。歴史が深いですね、はい、そうですね。永山寺には国宝の八角堂や梵書、重要文化財の本堂など文化財に指定されている建造物が多くあり、それらを間近で見ることができます。こちらのご本尊について教えていただけますか。はい、薬師如来坐像というのが重要文化財に指定されておりまして、普段はご覧いただけないんですけれども、春と秋に期間を定めてご覧をいただいています。こちらの五條市はとても文化財が多いと聞いておりますが。そうですね、吉野川に沿って昔から文化が栄えてきましたので、いろんな人たちの歴史がたくさん残されているんですけれども、特に江戸時代の町並みが色濃く残っている五條新町というのも五條市を代表する場所として知られていますね。永山寺から吉野川を下ったところに五條市の新町通りがあります。慶長13年、松倉重政によって整備された城下町です。かつては伊勢、大和、紀伊への街道が交差し、人や物の往来でにぎわったといいます。年代のわかる建築物として
日本最古の民家とされている栗山家住宅。五条新町には今も江戸時代から昭和にかけての情緒ある家並みが残ります。皆さんも昔話の舞台を訪れてみてはいかがでしょうか。